夏の壁面に海と朝顔はいかがでしょうか。まずパーツを作ります。花は本物の朝顔をこすり染めにしたものを使います。花の大きさが合わない場合やたくさん作れない場合はコピーして使いましょう。大まかに切り分けておけば手分けして周りを切り取ることができます。半分に裂いたものは横向きの朝顔になるので額を書いてから切り取りましょう。葉っぱは本物をコピーしたものをホッチキスで留めて切り取ります。半分に折って切り取ることもできます。葉脈はクレヨンで描いていきましょう。真ん中と左右の尖った部分に大まかに線を描いたら、あとは細かい線を付け足します。鶴は八つ切り画用紙の周りを丸く切って、そこからぐるぐると細く切って作りました。これで朝顔のパーツができました。支柱に使ったのは本が入っていたちょっと厚みのある封筒です。内側の筋に沿って1センチ幅に切ったものを糊で貼って使っています。これをさらに格子状に貼り合わせました。折り紙でいろいろな船も作っておきました。まず支柱を背景の上に置き、端を軽く留めてからいらない部分を切り取り、足りない部分を付け足しました。ここに朝顔のつるを絡めるようにつけていきます。支柱の下をくぐらせたりボンドで貼ったりしながらつけていきます。先になる部分は斜めにカットしてくるくるとカールさせておきましょう。下の方にも這うようにつるを伸ばしていきました。葉はボンドをつけてつるや支柱に貼っていきます。全体のバランスを見ながら、だいたい下の方に大きい葉、上の方に小さい葉を貼っていきます。花の裏には両面テープをつけて、空いているところに貼っていきます。両面テープをつけているのでツルツルの部分でも貼ることができます。横向きの花は両面テープとボンドの両方を使って貼りました。そこに折り紙の船を貼っていきます。遠くには小さい船を、
手前には大きい船を張って遠近感を出します。朝顔の花や葉は折り紙で作ってもいいですね。いろいろ工夫して作ってみてください。